あの国のお笑い芸に慣れている私ですが、ちょっとこれは想像を超えたイリュージョンの世界でした。聞いてくれますか？あの国の想像を超えた裁判所の判決を。あの国で建設業やら不動産業やらを経営していた男が脱税や横領で起訴され、その判決が出たのが4年前なのです。一審ではこのような判決が下されたのです。懲役3年、執行猶予5年、罰金約50億円、労役は203日間。つまり、罰金の50億円が払えない場合は、1日2500万円で203日働けとの判決です。こういう悪人でも、当然上告することができるのです。上告して下された判決は、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、罰金約25億円、労役は50日間。つまり、罰金の25億円が払えない場合は、1日5000万円で50日働けとの判決です。ちなみに庶民の場合は、よくても1日5000円程度です。当たり前ですよね。さて、この判決を受けた男はどうしたでしょうか。もちろん、あの国の犯罪者なのですから、普通ではありません。罰金も払わずに、ニュージーランドへトンスラーしてしまったのです。某国の見本とも思える、すんばらしい逃走。逃走先のニュージーランドでは、高級カジノにヨットに豪華マンションでの超リッチ生活。罰金なんて何それモード全開だったのです。普通に働いている国民が、バッカみたいな国ですよね。完全に悪人天国、悪人パラダイス。もしこれが日本での出来事だったら、ふざけんなですが、あの国の出来事ですから、すんばらしい、イエーイ。さて、そのような男が何を思ったのか、突然当局に帰国して労役を提供すると申し出たのですから、さあ大変です。罰金を払うのならまだ少しは理解できますが、超セレブな逃走生活からご帰国して1ウォンも払わずに、私労役しますですからね。しかし不思議なことに、逃走したことへのお咎めもなく、この男は判決通りに労役を開始したのです。思い出してください。この男への判決は1日5000万円の労役を50日間で25億円分働くことなのです。この男の労役の内容は、袋貼り、つまり紙袋に糊をつけて1日5000万円。いや、さすがリッチな国だけのことはあります。とても日本では真似できないイリュージョンな世界です。このまま50日が過ぎて、晴れてニュージーランドへご帰国かと思ったら、さすがのウリナラ国民もプッチンプリン、連日テレビで今日も5000万円分働きましたなどのキャンペーンが実施され、ついにこの超セレブな労役が停止されたのです。司法はこの男の資産調査などに着手、そして労役制度の改善に着手するとの見解を発表。おいおい、もしかしてこんな宇宙レベルの判決がイカれていることに今更気づいたってことですか？一体いつの時代の法律なのでしょうか？一体いつの時代に生きる国なのでしょうか？皆さん、こんなイカれた法律の国に近づいてはいけませんよ。どんな難癖をつけられて異常な判決を押し付けられるか分かったものではありません。助けない、教えない、関わらない。みんなで守ろう。帰還三原則。それではまたお会いしましょう。